おはようございます。本日は山梨県に来ております。今回は山梨県のグルメと観光をお届けしつつ、紅葉スポットや温泉もお届けしますので、よろしければ最後までご覧ください。それでは本日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらが本日の旅プランです。1日目は主に河口湖周辺を夫婦で初ドライブ、初山梨旅行を満喫していきます。それでは本日の観光&グルメ旅スタートです。富士山、富士山、あれ富士山、厚い雲に覆われて全く見えん。ねえ、初めにやってきたのは推しの八海。駐車料金300円をお支払いし、いざ初推しの八海へ。推しの八海、え、あ、ここ行くの？ここ行くみたい。富士山近っ。私たちが止めた駐車場からは徒歩約3分ほどで到着。推しの八海とは、富士山の雪解け水が数十年かけて流れ込んでできた8つの湧水池の総称で、国の指定天然記念物、透明度が高く名水百選にも選定されています。こちらがメインの枠池、8つの池の中で一番の湧水量だそうです。カメラ越しでは分かりにくいのですが、かなりの透明度。めっちゃ綺麗なとこ。え？なんでいいって。あ、そうなんや。柔らかい。柔らかい。無料で富士山の湧き水を飲むことができるだなんて、ありがたい気持ち。うわわわわわわわ。なんだこりゃ。こちらは中池。推しの八海の一つではなく人工の池だそうで、一番人気の池、水深はなんと10メートル。お魚たちがとても気持ちよさそう。こちらは鏡池。天気が良ければ綺麗な逆さ富士が見られるとか。推しの八海はお土産屋さんや飲食店も充実しており、めちゃめちゃ惹かれたのですが、この後別の場所でお昼を予定していたので、お土産通りで軽めに食べ歩き。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。美味しそう。団子、団子、団子、団子。いただきます。はい。おこげがいい。うん、うまい。いやー、あの子にポイント唐辛子味噌チョンってしてる。おばあちゃん手作り。うん、しっとり、めっちゃうま。あ、唐辛子味噌あった方がいいかもしれん。へぇ、おいしい。辛かった？おいしいね。おいしい。推しの八海は池だけでなく、かやぶき屋根や水車など、日本らしい美しい風景も見ることができ、めちゃめちゃ心癒されるスポットでした。推しの八海から車で約15分。駐車場ある？ない。え？え？空いてない？駐車場空いてない。続いてやってきたのは手打ちうどん免許開店。吉田のうどんの人気店と聞きやってきました。運よく駐車場が空き、15分ほど待って中へ入ると、壁一面に色紙が。メニューはこちら。値段はそこまで高くなくリーズナブル。注文したのは欲張りうどん。値段の割にボリュームがありそう。吉田のうどんとは、麺の硬さが日本一と言われ、甘辛く煮た馬肉やゆでキャベツなどトッピング、醤油と味噌をブレンドしたスープで味わう富士吉田市の郷土料理。麺はむっちりと歯ごたえのある太麺。具もキャベツ、わかめ、牛肉、きつね、ちくわ天とめちゃめちゃ具だくさん。
この値段でこれはコスパ抜群。私はかけうどんを注文しましたが、予想していたかけと違う。こちらのお店のかけは欲張りうどんのキャベツだけバージョン。ムチムチの麺が癖になりそう。この値段でこんなにお腹いっぱいになるとは。コスパ最強のうどん屋さんです。ハイランドステーションイン。ここら辺すごいにぎわってるね。富士急バイバイ。富士急バイバイ。あ、川口湖見える。あ、すげえ。すごい。免許開伝から車で約12分。続いてやってきたのは川口湖富士山パノラマロープウェイ。富士パノラマロープウェイにやってまいりました。これはカチカチ山のモチーフになりました。ロープウェイは往復大人一人900円。それではいざ頂上へ。あ、すごい。めっちゃ綺麗。まだ見たらあかんで。まだ見たらあかんの。うん、はい、どうぞ。やばいやばい、うわーすごい。めっちゃ綺麗に見えるやん。めっちゃ綺麗。これがあの富士山です。で、富士急が、富士急この辺に。綺麗にさ、雪とさ、そうじゃないとこがさ、半分、半分雪ねえ、半分緑。こちらが頂上で、あっという間に到着。富士山をこんな綺麗に見ることができるとは感激。何やら売店もありましたが、ここでは食べずにショップの方で可愛い富士山グッズがいっぱいあったので、記念に瓶子を購入。見て、瓦投げ何ある。面白そうなので瓦投げに挑戦。鳥居からあっちの鳥居の中に入ったらいいか。瓦投げの量すごくない。よし、行くで。オッケー。展望台へと登ってみると、あ、展望台やばい。うわ、なんかより一層綺麗に見えるな。新しくできた絶景ブランコが気になったので行ってみたのですが、3分間で一人500円と、これは高すぎたので諦めました。奥の方にあった絶景やぐらからはより一層富士山が綺麗に見れたので、ぜひ訪れていただきたい富士山スポットです。パノラマロープウェイから車で約8分。続いてやってきたのは川口浅間神社。天空の鳥居を拝みたかったのですが、こちらの神社無料駐車場から徒歩約30分。鳥居近くの駐車場へは細い山道かつ駐車台数が6台のみと、なかなか躊躇する条件だったので諦めました。浅間神社だけお参りして次の目的地へ。川口浅間神社から車で約5分。続いてやってきたのはもみじ回廊。このもみじ回廊ですが、なんかめちゃくちゃ綺麗らしいけど、まだね、ちょっと早かったね。もみじの紅葉が綺麗だと聞いてやってきたのですが、まだ青い。青々としているもみじもまた風情があって癒されたので、よしとしよう。川口湖が近かったので軽くお散歩することに。すると、おお、めちゃめちゃ良さそうな富士山スポット発見。
麗すぎるよな、めっちゃ。すごい綺麗。あっちはどこら辺やろ、長野方面かな。もみじ街道から山梨市内へと車を走らせ約50分。続いてやってきたのは手打ちそば奥藤本店小久保店。こちらは山梨のご当地グルメ鶏もつ煮の有名店。鶏もつ煮とは鶏のレバー、砂肝、ハツ、金柑、ひもなどを甘い醤油のタレで煮詰めたもの。こちらのお店も色紙がずらり。メニューはこちら、鶏のもつ煮や山梨名物定食、丼物、そばと種類が多くて嬉しい。せっかくなので鶏のもつ煮をいただきたいところですが、二人ともレバー系が食べれないので断念。まずいただくのは甲州名物の馬刺し。馬刺しとかマジでいつぶりやろ。いただきます。はい、どうぞ。うまうまうまい、めっちゃうまい。続いてざるそば、いただきます。歯ごたえがしっかりある。あ、そうなんや、うん、歯ごたえもあって、喉越しもある。めっちゃうまい。ちょっと足りひんこれ絶対足りひんやつや。メインはこちら、自分で作るほうとう。手順書を見ながら作っていきます。こんな感じでほぐして入れて、うん、たまになんか箸で混ぜながら、うん、中火で3分で、麺の方がお好みの硬さになったら、はい、こちら味噌ですね。甲州味噌。あ、これは絶対うまい。わー、うまいやつやん、これ。めっちゃ美味しそう。やばい、ほうとうイコールこれかぼちゃ。かぼちゃ。あ、そうな。じゃあちょっと汁からね。あ、うまい。もういろんな野菜のうまみが出てる。これぞほうとうよ。これぞほうとうじゃん、うん。めっちゃもちもち、めっちゃうまい。味噌の味も美味しい。ちょっと幸せもちもちの麺と甲州味噌の出汁が効いたスープがめちゃめちゃうまい。これはおかわりしたいくらい美味しすぎました。ほうとうがめちゃめちゃ美味しかったので、ぜひ食べていただきたいです。本日はこちらのスパランドホテル内藤へ宿泊。10種類以上のいろんな種類のお風呂に癒されました。次回は山梨旅行2日目。主に山梨の中心部をドライブしながら山梨旅を紹介していきます。少しでもいいと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは次回お楽しみに。